近鉄鳥羽線。鳥羽線は、三重県伊勢市の宇治山田駅から、三重県鳥羽市の鳥羽駅までを結ぶ近畿日本鉄道、近鉄の鉄道路線。山田線と島線との間を結ぶ路線である。伊勢中川駅から、賢島駅までの路線は一体の路線として、運用されているが、歴史的経緯により三つの路線に分かれている。なお、山田線にまたがって乗車する場合は、 建設費回収のための加算運賃が適用される。路線は山沿いに展開され、JR 三宮線とルートは並行しない。ただし、池の浦駅と場駅間については、ほぼ並行している。宮町駅伊勢市駅と場駅間では競合する、JR 三宮線より運賃が高いが、近鉄の方が運転本数が多く、終電時刻も遅くなっている。また、 比較的新しい路線のため、踏切がなく、道路とは完全に立体交差化されているが、全線開通時には、鳥場駅から約250メートルにし、現在国道42号との立体交差あたりに、三宮線と共同の小浜踏切が存在していた。鳥場線ではすると関西カード及び J スルーカードは利用できないが、2007年4月1日からピタパが導入され、 同時に、愛イコとも、相互利用が可能となった。2015年9月現在、宇治山田駅と伊鈴川駅、鳥羽駅には、自動改札機を、浅間駅と池の浦駅には、簡易改札機を設置して対応している。また2013年3月23日より、トカ真ナコなどの IC カードが、全国相互利用サービスにより利用可能である。全線、名古屋東轄部。 旧名古屋営業局の管轄である。大阪、京都、名古屋方面からの多数の特急列車が通る。急行系の列車は大阪方面からの快速急行。大阪、名古屋方面からの急行が、伊豆ず川駅まで、朝夕は、鳥羽駅まで直通する。昼間時間帯は、快速急行が運転されず、伊豆ず川駅南は急行も運転されないため特急。 普通列車のみが運転される。特急を除く各列車は線内の各駅に停車する。当線は急勾配が多いが、池の裏駅と馬間を除いて半径600メートル未満の急曲線がなく、平面線形が良好で高速運転に適しているため、下り列車の一部は最高速度時速130キロメートルで走行している。全線所要時間は、 ノンストップ特急で9分、標定速度時速 88km、椅子津川停車の場合は11分、標定速度時速 72km、快速急行以下、各駅停車でも14分、標定速度時速 56km となり、短距離路線ながら、表低速度は高い。日中1時間あたりの運行本数は以下のようになっている。日中は1時間あたり、 大阪南馬駅発着の堺四特急と近鉄名古屋駅発着の名位四特急が一本ずつ、伊鈴川駅始発の名位四特急が一本。一部時間帯に京都駅発着列車が一本運転され、合計2から4本運転されている。休日の一部時間帯は高特急も加わり、合計5本が運転されている。 おおむね半数以上の列車が、島線鹿児島駅まで直通している。番位、名以港特急及び、島風は、伊須川駅を通過する。2012年3月20日ダイヤ変更までは、境津特急と経伊特急の一部が、並結運転を実施しており、経伊特急のうち、番位津特急に連結しない単独運転のものは、伊須川駅を通過していた。 編成量数は4両から8両で運転されているが、年始時期など多客時の増結を考慮して、宇治山田駅、伊豆津川駅と馬駅の法務庁は10両分を確保している。編成の向きが、境、経緯特急と名営特急では異なっており、前者は賢島より、後者は名古屋よりが1号車になっている。これらは中川短絡線を経由する。 名阪特急の編成に合わせているためである。2009年3月20日時点では、日中の特急は、鳥羽駅折り返しを含めて、鳥羽線内で1時間あたり4の5本が運転されて、いたが、2010年のダイヤ変更で日中の鳥羽駅折り返し列車が、山田線宇治山田駅折り返し短縮された。2014年9月21日のダイヤ変更では、 宇治山田駅を始発駅とする列車のうち、早朝の境、名位四つ特急の一部、日中の名位四つ特急が、伊須川発に変更された。ただし、日中の四つ特急は、年末年始などの多客期は、鳥羽駅まで延長されている。また、終夜運転の際は宇治山田駅、伊須川発、鳥羽駅発着の四つ特急が運転されているが、 石津川駅の列車は異常時を除き運転されない。快速急行は、上りは、鳥羽駅発大阪上本町駅行きが、平日朝に1本、下りは、大阪上本町駅発石津川駅行きが、土休日夜に1本、大阪上本町駅発鳥羽駅行きが平日、土休日とも夜間に1本が運転されていい。急行は、宇治山田駅石津川駅間では、 大阪上本町駅発着列車と近鉄名古屋駅発着列車が合わせて約30分間隔で運転されており、伊鈴川駅飛ば駅間では、上りは飛ば駅発近鉄名古屋駅行きが平朝に3本、土休日朝に2本、飛ば駅発大阪上本町駅行きが土休日のみ朝に2本、下りは近鉄名古屋駅発飛ば駅行きが平日朝に2本、夜に1本、 と、土休日朝に2本、夜に2本運転されている。朝夕の急行停車を考慮して、特急が通過する浅間駅と池の浦駅の法務庁は、6両分を確保している。早朝の一部列車に伊鈴川駅で、おつ特急と、環球接続する急行がある。編成量数は、大阪線直通、名古屋線直通列車ともに種別、行き先を問わず6両が基本で、早朝と、 夜間、日中の大阪線直通の一部列車は4両で運転されている。異常時の突発的な運用変更がない限りは、原則として2610系や5200系などのトイレ付きの車両が充当されている。快速急行は、ダイヤ変更ごとに設定本数や運転区間の変動が大きくなっており、2012年3月20日のダイヤ変更以降は、鳥羽駅に直通する。 快速急行の本数の削減と運転区間短縮が進み、2016年3月19日のダイヤ変更までと休日夜間の下り一本のみ設定されていた快速急行は一旦廃止されたものの、2018年3月17日のダイヤ変更で、鳥羽駅発着の快速急行が再び設定された。なお、伊豆津川駅発着の快速急行は、 定期列車として設定されていなかったが、2012年3月20日のダイヤ変更で、土休日夜間の下り採集のみ新設され、2014年9月21日のダイヤ変更で、平日10時台というに伊津川駅快速急行が設定されたが、2018年3月17日のダイヤ変更で、休日20時台の伊津川駅到着列車を除いて、すべて廃止された。 2004年3月17日までは、日中の飛ば駅発着も設定されていたが、2004年3月18日のダイヤ変更で、快速急行、急行は、宇治山田駅、伊須川駅での折り返しが増え、飛ば駅を始発駅とする、上り列車は、朝方のみになった。一方、伊須川駅発着列車は朝、上りというの少数のみであったが、2014年9月21日の、 ダイヤ変更で上記の快速急行も含めて、宇治山田駅始発、ギで50鈴川駅まで改装されていた列車が営業運転されるようになったため、日中に当線内での急行の設定が一駅のみ、復活した。終日運転され、ほぼ1時間あたり2本の約30分間隔で運転されている。多くが山田線伊勢中川駅しませ島駅間の運転で、 ラッシュ時と夜間に、伊勢中川駅、明城駅、宇治山田駅、伊鈴川駅、鳥駅間の列車、平日夜間に、名古屋線白塚駅、賢島駅間を直通する列車がある。この白塚駅、賢島駅間の列車は、下り列車は、基本的に、白塚駅を出発する時点から、賢島駅として運転されるのに対し、上り列車については、 鹿児島駅から伊勢中川駅として運転され、伊勢中川駅到着後に列車番号を変更し、白塚駅として継続運転するのが基本である。その他にも、早朝に、鳥羽線内の区間運転や伊勢中川駅、鳥羽駅間を運転した列車が、伊勢中川駅で、系統変更を行い、名古屋線近鉄名古屋駅まで直通する列車がある。 三両四両六両編成で運転されている一部時間帯の列車を除き、大多数の列車が二両編成によるワンマン運転を実施している。山田線、島線直通列車を中心に運転距離は比較的長いが、四両六両編成で運転される列車を除いてトイレは設置されていない。二千十三年十月に開催される第十二回伊勢神宮式年仙宮に合わせ、 2013年10月5日から運転されている観光列車。と休日の日中に往復のみ、山田線伊勢市駅から島線賢島駅にて運転されており、鳥羽線内では宇治山田駅と伊豆津川駅、鳥羽駅に停車している。車両は専用形式の2013系が充当される。大晦日から元旦にかけての終夜運転は、ここ最近では大阪、京都、 名古屋から伊勢方面への特急、大阪、名古屋方面から伊勢方面への急行が運転されているほか、伊勢神宮の参拝順序の関係から、賢島直通の特急以外では、下りは宇治山田行き、上りは伊鈴川始発が多い、普通が30から60分間隔で運転される、形態となっている。また、山田線明城駅始発の大阪線、名張駅直通の普通列車が、 鳥羽駅始発に変更されている。時刻については、近鉄の公式サイトでも掲載されている。2011年度は、島スペイン村のカウントダウンイベントが中止されたために、特急の賢島駅直通列車がなくなって、伊ス津川駅始発か、鳥羽駅折り返しとなり、賢島駅へは普通列車に往復の運転にとどまった。2012年度は、 前年まで運転されていた島線直通の特急、及び、普通列車がなくなったため、特急はすべて伊鈴川駅及び、鳥羽駅折り返しとし、名古屋線直通急行は、鳥羽駅発着の列車が、毎時一本転され、大阪線直通の急行、快速急行は23時以降6時台までの、全列車が、宇治山田駅終着、伊鈴川駅始発、1時台のみ、 鳥羽駅始発急行として運転された。快速急行、急行が、鳥羽線普通列車の役割となったため、23時以降は4時台まで、普通列車は運転されなかった。また、これまで、鳥羽駅始発として運転されていた大阪線、名張駅直通の普通列車は、宇治田駅始発に短縮して運転された。三重県営産アリーナにて大規模なコンサートが、 開催される際は、来場者の利便性を図るため、会場もより駅の伊豆津川駅を発着する、近鉄名古屋、伊勢中川方面への臨時急行を呼び、普通列車が数本停されており、宇治山田駅発着の定期急行が、伊須津川駅発着に変更される。2012年3月19日まで、大阪上本町駅から山田線松坂駅間に、 区間快速急行が運転されていたが、年末年始の終夜運転では、青山町駅、松坂駅発着を延長運転する形式で、宇治山田駅、伊豆津川駅発着が運転されていた。1983年3月18日のダイヤ変更まで、近鉄名古屋駅から鳥羽駅間に準急が運転されていた。鳥羽線内は各駅に停車していた。 羽線は、東海地震に対する地震防災対策強化地域に関わっており、東海地震の警戒宣言が発令された場合、全線において列車の運転が中止されることになっている。羽線の列車は、大阪線との直通列車は、基本的に大阪線所属の車両が使用され、それ以外の列車は、基本的に名古屋線所属の車両が使用されているが、 朝と夜間の名古屋線直通列車は一部に大阪線所の車両が使用されている。また、ワンマン列車にはいずれも名古屋線所属車両である1201、系、1230系、1240系、1259系、1440系、9000系、ワンマン対応車のみが使用されている。現在の島線は、 三宮線を延長するような形で、沿線住民の交通手段の他奥島への観光客の誘致を目的として九百二十九年に島電気鉄道が開業した路線で、期間は、都ば駅で接続する三宮線に合わせて六十七ミリメートルの狂気とされた。島電気鉄道は、陸運統制令による戦時統制の干渉の流れを受けて、九百四十四年、 昭和19年に、三重県内の中小施鉄東方で設立れた、三重交通の路線となる。その一方で、山田線は、三宮急行電鉄、三宮の手により、現在の大阪線と合わせて、大阪から伊勢神宮への三景鉄道とするために建設が行われ、1931年に、宇治山田駅までの全線が開業した。戦後の高度成長期に入り、 近鉄は、伊勢島方面の観光事業を推し進め、当時の近鉄線の終点であった、宇治山田駅の一番線ホームをバスが横付けして、停車できるよう改造し、1961年、昭和36年4月から、近鉄特急の到着に合わせて、三重交通と近鉄が共同出資した三重急行の賢島駅の特急バスが接続するといったようなことも行い、 逆誘致に努めていた。しかし、本格的に事業を進めるには、やはり、大阪、名古屋方面から直接アクセスできる方がよく、三重交通島線は、三重交通の鉄道事業の三重電気鉄道への分離の後に、1965年に近鉄へ合併し、同社の島線となった。その上で、山田線と島線をつなぐ飛ば線を建設し、島線も、 期間 1435mm の標準機に改めて賢島駅まで特急を直通させることにした。全線が開業したのは1970年だが、当初は需要、後期の面から単線だった。ただし、用地は伏線分確保しており、一部のトンネルや橋梁は伏線幅で構築していた。この開業は当時まだ京都方面から、 直通急行列車が乗り入れており、ある程度の活況を見せていた国鉄三宮線に打撃を与え、完全なローカル線へ転落させる要因となった。開通から5年後の1975年に全線、複線化を達成している。2015年11月10日調査による主要駅の乗降客数は次の通り、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。